大陸。そこにはこの地上で最も繁栄した国家がある。富も名声もここには全てがあった。そしてその全てを手にする機会が平等に与えられている場所でもあった。ここに二人の男がいる。今でこそ両者の生き様には天地ほどの差がある。だがこの二人、同じ村で生まれ、同じ学校で学び、同じように育っていった。では一体何がこの二人の運命をかくも残酷に分けてしまったのか。それこそが国家特級学士試験。この国では学歴こそが人間の価値を決める。この国家特級学士試験に受かることは人生の成功を意味し、試験に落ちることは失敗を意味する。それゆえに大陸の子供たちは幼い頃より試験に受かるための英才教育を受ける。高価な教材、親は子供の将来のために金に糸目をつけず、子供たちはその親の期待に応えるのである。そうして生まれた圧倒的な頭脳を持った者はラーニング型 L 型生徒と呼ばれた。だが皆が正規の方法で試験を受けているわけではなかった。試験に必要な数式が書かれた人工皮膚の厚さはわずか 0.2 ミリ。網膜投影装置を内蔵したコンタクトレンズはありとあらゆる言語を瞬時に翻訳する。これらの方法は当然法に触れる。しかしいかなる手段を用いても子供に試験を通過してほしいという親心。お前は最強の C 型生徒になる。やめてよ父さん、普通に塾に行きませんよ。ほら、己の肉体をかけて試験に挑む者たち。彼らはチーティング型 C 型生徒と呼ばれていた。そして彼らは持てる全てをこの日国家特級学士試験に解き放つのだ。大陸の試験を甘く見てはいけない。千年以上昔、隋の時代に始まった官僚登用試験、科挙が生まれてからこの国はありとあらゆるカンニングと戦い続けてきたのだ。今のは違う、カンニングじゃない、何かの間違いだ。生半可な技術ではこの試験も生き残ることはできない。来年こそは受かってやるからな。もちろんあの男たちもこの過酷な試験を受けたのだ。一人は幼き頃より努力に努力を重ねて L 型生徒となっていった。そして
もう一人は心身を鍛え技術を磨き、恐るべき C 型生徒となっていた。 C 型にとって L 型のパートナーは必要不可欠な存在。 L 型の回答を移すことで初めて C 型は試験を通過できるのだ。では L 型にとって C 型はどういう存在なのか。試験に受かる人間は少なければ少ないほど良い。自分たち以外全てのものを落とそうと考える C 型も。C 型は L 型を守り、 L 型は C 型に回答を教える。両者の関係はまさに水と魚だ。お互い欠くことができないのだ。いかなる敵に囲まれようと、いかなる天変地異が起きようとも、たとえ全てを失ったとしても彼らが試験に背中を向けることはないのだ。力と知恵、冷静な判断力、それらを併せ持つ者だけがこの試験を通過し、全てを手にすることができるのだ。ありがとう。これこそが大陸の試験。そしてこの試験に今、一組の少年と少女が挑もうとしていた。少年の名は諸葛無名、少女の名は王光威。二人は無実の罪で投獄された無名の父を救うため、この試験に挑むのだった。後の世に伝説の世代といわれる生徒たちの熱く長い試験の幕が今切って落とされる。チャンス。
噂に聞く諸葛戦術。ほう。かの天才軍師諸葛孔明が編み出したとされる戦術。こんなところでお目にかかるとはね。赤外線センサーによるトラップか。思ったより幼稚だな。ふん、これが国家特級学士試験ってやつか。次はこちらから行かせてもらうぜ。流派諸葛戦術神羅万象。神羅万象、髪を切り裂いてあらゆるものを作り出す流派諸葛戦術の基本技の一つである。所詮は機械仕掛け。こうちゃん、できてるよな。当然、すべて回答済み。悪いね。俺の恋人はいささか気が強くてな。なるほどな。敵はこっち側にもいるってわけか。そういうこと。お前たちだけ合格させるわけにはいかないのさ。上等だよ。おじゃ。どいつもこいつも万国びっくりしようかよ。この学校は見せてやるぜ、諸葛戦術の神髄をな。こいつらの毒はきついぜ。お前もな。よし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 、おいたが過ぎたようじゃな。ひよっこども、ここから先は貴様らの好きにはさせぬ。これは。これぞ秘術、ジャガン慶爆。ジャガン慶爆。まさに蛇に睨まれたカエルのごとく、特殊な眼力によって相手の自由を奪う秘術である。くっ、体が動かない。ひよ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 、どうした。そろそろ試験終了の時間じゃぞ。このわしが倒せると思ったか。ダメだ、強すぎる。
ひゅひゅひゅ、たまらんの。若者の未来を摘み取るこの瞬間は。ちくしょう、俺の毒虫が一匹でもあいつに届きさえすれば。ったく、ただのしょぼくれたじいさんかと思ってたら、とんだ変態じじいだな。おお、風も操れるのか。だったらこれならどうだよ。やった。ふん、無駄じゃと言うとろうが、この教室はわしの庭のようなもの。どんな罠が仕掛けてあるかは知り尽くしておるわ。まだまだ。だから無駄じゃと言っておろうが。そんな、諸葛戦術でも叶わないなんて。終了時間5分前、万事休すじゃな。かかった。うっ、なんじゃ。毒虫が一匹でもあいつに届けばよかったんだよな。ああ。どっか、か、味な真似を。これでもあの妙な金縛りの術は使えないだろう。だがもう残り時間は1分もない。解答を書く時間はあるまい。うつけな、1分もあれば造作もないわ。その干からびた眼で解くと見ておけ。流派諸葛戦術、中等断水。中等断水、どんな薄い紙でもスライスすることができる超精密な技である。試験終了。諸葛戦術に解ける問いなし。かくして諸葛無名の臨戦学園における初の試験は終わった。うん、これで晴れて俺もこの学校の生徒ってわけだ。浮かれるの知れ者が、まだ入学したというだけだ。これで終わりではないぞ。相変わらず辛辣だね。わかってるよ、こうちゃん。俺はこの学校をトップの成績で卒業して、絶対に特級学士になってみせる。そう、特級学士になれば、国家によって社会的な地位が保障され、国外渡航を含む様々な権利を行使できる。無実の罪で捕まっている父さんを助け出すこともできる。それが我らの目的。夢忘れるな。ああ、その日まで俺は立ち止まらない。脇目も振らず突き進んでやるぜ。ん？おお！俗にまみれた豚め。ハクちゃん、見れば見るほど可愛いぜ。先生、最近ちょっと冷え性って言うんですか。足の先が冷たくてなかなか眠れなかったりするんですよ。というわけでこちら。げー、なんだここは。違う、あれは1万年の眠気から目覚めたマンモス教官だ。モスモスモス、ぬくぬくと育ってきた貴様らの根性叩き直してやる。制限時間はここ一度まで。では試験開始モス。寒さごときで俺を縛れると思うな。行け、我が恋人よ。メアリー、メアモスモス、 C 型のクズども凍りつけがお似合いモス。ゲスどもがやかましい。
面白い。セーブスタートだぜ。何だモス、この程度じゃ本物の才能は揺るがねえ。流派諸葛戦術。あったけー。ったく、ここの試験場考えてるやつってのは頭がおかしいんじゃねえのか。あの程度でもう泣き寝とか。我らの目的忘れたわけではあるまいな。特級学士になって親父の無念を晴らす。分かってるさ。あのさっきのテスト大変でしたよね。あ、同じクラスの無名です。諸葛の無名。こっちはいとこのコウちゃん。無名さんにコウさん。ふん、クソ虫と同列で語られるなど不快な。お二人はとっても仲良しさんなんですのね。え、羨ましいですの。私この学園でまだ知り合いの方とか全然いなくて。いや、コウちゃんは本当にただのいとこで、それ以上でも以下でもないただのパートナーってか。正確には人間様とそれにたかるダミだ。分かってますの。互いに結びつき離れられない関係ですのね。でもきっと家同士の問題などで公にはできない。え、コウさん、今度ゆっくりお話聞かせてくださいね。勉強のしすぎで脳が湧いたか。そうだ。それよりさっきのテスト、ハクさんも満点でしたよね。すごい。そんな、このペンのおかげです。ペン？お守りなんですな。羨ましい。僕にもあなたを守らせてほしい。お前のどこからそんなおぞましいセリフが湧いてくるんだ。足の裏か。やっぱり仲がいいんですのね。よう、お前らここをいいか。やばし。どうしたんですの。気にするな。少々虫の居所が悪かったのでな。虫って、こうちゃん、もしかしてうまいこと言ったつもりか。てめえ。おふくろより、あんたをメアリーと。話が。お友達の方大丈夫ですの。友達でもないし、虫の世界のことはよくわかりませんが、あれが彼らなりの愛情表現なんだと思います。お前も同類だ、クソ虫。尊敬の試験を受けた1年1組の劉伯、至急生徒指導室へ出頭すべし。繰り返す、先ほど試験を受けた。私、何でしょう。とりあえず行ってくるですな。生徒指導室ってのは、おそらくは不正がバレたのね。まあこの学校じゃよくあることよ。彼女も C 型だったのか。仕方あるまい、よくて校外追放処分。そんなことさせるか。そんなわけない。ハクちゃんに限ってそんなわけ。青春真っ盛りね。彼氏放っといていいね。ただの保護者だ。そんなわけあるもすか、この C 型け。違いますの、私 C 型なんかじゃありません。そうです、私の生徒に限ってそんなことしません。何か証拠でもあるんですか。ほう、ではそのペンを貸すもす。ではこれは何だもす。録画した試験の様子をチェックして、お前の不審な動きに気づいたのさ。きっと何か仕掛けがあるのさ。それは仕方ないのさ。壊して確かめるのさ。やめてくださいの。横暴です。そこまでする権利はあなたにはないはず。うわっ。リュウハ諸葛戦術神羅万象。誰もせ、俺は諸葛無名、その子の無実を知る男だ。またお前も。後ろの席だったからよくわかる。その子は一切の不正行為を行っていない。ただ真摯に試験と向き合っていただけだ。ハクちゃんは孫うことなき L 型だ。俺と同じな。この口先だような。
いいモス、そこまで言うのなら今この場で再試験を受けてもらうモス、その際存分に示したいモス。ただしもし満点取れなかった場合、お前らまとめて退学処分だモス。そんな横暴な。そうですの、私はともかくそのことは無関係で。そんな悲しいこと言わないでくれよ、同じクラスメイトだろ。でも大丈夫、俺は君を信じてる。こうちゃんもその気持ちは同じだ。あ、見せてやれよ俺たちエル型の才能ってやつをさ。わかりました、やらせていただきますの。おや、ずいぶんと苦労してるますね。やはりこのペンがなくては無理もす。そんなはずは、あれはただのお守りだって。あの問題、先ほどとは別物だな。何？おそらく五等級は高度な設問になっている。な、小学校と高校入試ぐらいの差があるじゃねえか。てめえ。へえ、当然もす。同じ問題では答えを丸暗記しておけばよくなってしまうもす。そうかよ。なら俺は俺のやり方で応援させてもらうぜ。その点を取り戻して万全の状態でテストを受けさせる。ます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 かかってくるもす。今度こそとどめを刺してやるぜ。1万年の眠りより目覚めし、我が太古の牙を食らうもす。アルティメットビッグダッグ。試験終了、そこまで。な、ハクちゃんすまない、間に合わなかった。え、どうしたんですのその怪我。気にしないで、それより遅くなっちゃったけど、これ私の。ありがとう無名さん。どうやら時間切れだったモスね。さあ答案を見せるモス。10点モス、15点モス、ブハハハハモス。さあ俺がこんな雑魚もっと早く倒せていれば。よくできました。え、よくできました、ハクさん、満点です。ありがとうございます。そんなバカなモス。私の教師生命にかけて一切の不正はありませんでしたよ、マンモス先生。すごい、あの難問を自力で。なかなかやる。すまんモス。いえ、私も疑われるようなことをしたのがいけないのです。私のお父様とお母様、お守りですが。こうちゃん、俺も自分のペンが欲しくなったよ。これからの戦いを生き抜くために。そうか、ようやくお前も本気に。せっかくだからハクちゃんとお揃いの探してくるぜ。なんかこう運命感じちゃうペアルック的な。あれどこで売ってんのかな。お前の名は今日から。昔からバカと煙は高いところが好きって言うけど、してその心は。お調子者は目立ちたがって高いところにとかく登るってことなんだけど、じゃあ果たして煙は目立ちたがり屋なのかっていうと、これどうなの。じゃあ今日も行ってらー。まもなく離陸いたします。シートベルトの着用をお願いいたします。先生、問題用紙は。メガネをおかけください。試験開始。なお、これより先の電子機器のご使用はご遠慮ください。ベイルアウト。なんで止まった。これもベイルアウト、ベイルアウト、ベイルアウト。乱気流に突入いたしました。この先強い揺れが予想されますが、気候に全く支障はありません。くそ、流派諸葛戦術、風林火山。いかなる風をも制し無風状態を作り出す流派諸葛戦術の秘術の一手である。
一時はどうなることかと思って。ないわ、絶対にない。さっきの誤作動っつうことで試験が合格になったんだろ。オーケーじゃん。なことどうだっていいんだよ。せっかくの CA 教官全然楽しめなかったじゃねえか。あのミニスカもあのピンヒールも。コイちゃん、ここ空いてるよ。貴様、そのゴミ箱のような口で我が名を呼ぶの。いただきました。無名さん。ハクちゃん。無名さん、コウさん、ほら、気安く話しかけてくんな。俺は身も心もコウイちゃんに捧げてんだぞ、この目線。いやあ、ハクちゃん、なんか用？ええ、無名さん、この前は本当にありがとうございました。カンニングの疑いを晴らしていただき助かりましたわ。松代までの恥となるところでした。な、まあ、いや、それでと言ってはなんなのですが、ぜひお礼をさせていただきたく。いや、お礼なんていいし。ん？ペンか。確かにこのペン一本持っててもいいか。いや、むしろ俺がペンになりてえ。はあ。どうしました？あ、いや、僕もペンになりたい。あ、違う、欲しいなーって。あら、そうなんですか？ならば私が選んで差し上げましょうか。じゃあ今度の日曜は。ええ、いいですわ。こいつのこのデレよ。あの、コウさんもご一緒にいかが？私は。ああ、コウちゃんは勉強があるんだったよね。ね、さすがですわね。いいか、これだけは覚えておけ。はい。この私の目の黒いうち。じゃあ日曜ね。はい。いってて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 。勉強は。だった。だから試験に必要だろ、ペン。勉強ならこの俺が一緒に。貴様、それ以上言葉を吐くなら空気を吸うことを許さん。はい。早く来ねえかな、日曜。あそこですわ。へえ。おい、ここはどう見てもカフェだろう。そっか。コウちゃん。あら、大丈夫ですか？悪い。さあ、参りましょう。で、ここでペン売ってんの？ええ、このカフェの奥です。いらっしゃいませ。君の名前は？私は。お前じゃない、君だ。諸葛無名だけど。あの、この方がペンを買い求めたいとおっしゃっていますの。承知した。ではこちらへ。入れ。ここからは二人だけにしてもらおう。え？はい。じゃあカフェで待っていますわね。ああ。前に来た時こんなお店だったかしら。うさんくさいにも程がある。え、今コウさんの声がしたような。さて、俺はシュー、シューリンだ。記憶ではなくその胸に刻め。はあ。それで貴様は新たなるペンを求めているのだな。はあ。今までいかなるペンを使っていた？どんなって、その大したペンじゃなくて、その辺のコンビニで売ってるようなやつで。貴様、ペンに思い入れがないようだな。な、あの、
これやめてもらっていいすか。やめる？何を。ここにあるペン、その辺にあるものと一緒にしてもらっては困る。ペンに思い入れがないものにはペンは売らない。いや、思い入れはある。では聞こう、一体どんな思い入れがあるというのさあ言ってみろ。いや、単純に欲しいペンがあるだけっす。どんなペンだ。それはその、むしろ俺がそのペンになりたいっていうか。つまり貴様はペンと一心同体になりたいというのだ。ちょっと違うけど、まあそんなとこっす。よし、ついてこい。一心同体。さあ始めよう。何を。愚問だな。貴様の運命のペンを選ぶんだ。この綺麗な指と赤い糸で結ばれている運命のペンは。これが貴様のペンだ。こやつ、まさか。これは特殊な加工を施した芯だ。この特殊メガネを使用する者だけが文字を読むことができる。どうだ。なぜ俺が C 型だと。匂いだな。つうことはお前もか。ああ。ふん、面白え。なぜ僕がそうだと。匂いだな。つうことはお前もか。木は腐った。いや、熟した。ふん、こんなんじゃねえな。この高性能ペンに満足しないだと。そうか、ならば。ならばこれはどうだ。まずはこのペンで L 型生徒が書いた文字を電子化して送信。こちらのペンで受けてそのまま文字として書き出す。かなりハイスペックな代物だぞ。ちげえな。こいつどこまで欲しがるつもりだ。だがそこは嫌いじゃない。あ、これこれこれだぜ。本当にそれでいいのか。うん。ハクちゃん、お待たせ。いいものが買えましたか。うん、これ見てよ。あら、私と同じペンですね。え、そうだっけか。やり。貴様、とぼけおって。お、こうちゃんの服素敵じゃねえの。ついに運命の歯車が噛み合う時が来たか。貴様とペン、そして俺、禁断のシンクの絹糸が今絡み合う。混沌が支配するこの出会いがいかなる出来事を生み出すのか。楽しみだぞ。諸葛無名。受験を制するなんて言うけど、せっかくの夏休みに部屋にこもってお勉強ってのも残念よね。そこで今日はプールの日ということにします。やったー。やった、さすが王先生。嬉しいサプライズだね。いや、貴様らもう準備万端で水着まで着ているではないか。でも、もちろん試験はするんですけどね。
このためだけにプールを改造したの？毎度毎度よくやるわね。俗物どもの考えることは分からん。蛇食べに見るな、風虫潰すぞ。タクちゃんとお揃いのこのペンさえあれば誰にも負ける気がしねえ。ねえ、ハクちゃん。よっしゃ、コウちゃん、こんな試験さっさと終わらせようぜ。ゲームスタートだ。私に指図するな、ムーノ。ただ海の上ってだけでこれまでの試験会場に比べれば楽勝じゃないか。試験官も近くにいないし、カンニングし放題だぜ。なんだ、貴様。よく来たな、人間ども。アハなる海を捨て、地べたを這いずる醜い進化を選んだ愚鈍なる一族よ。そう、今回の試験官は電子頭脳で知能を強化されたサメ試験官なのだ。にひな、そう。サメ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 、この私の目の黒いうちは不正など絶対に許さんぞ。行け、我が天族たちよ。おい、なんで試験官が試験の邪魔してんだよ。邪魔ではない。貴様らよからぬ道具を隠し持ってないか調べているだけだ。ほれ、貴様も。貴様らはどうだ。ハクちゃん、コウちゃん。あらあら、いい。なかなか骨のある奴がいるようだな。さらば、これならどうだ。技術光が先手。何、光が旋風。その巨体で激しい大渦を巻き起こし、それによって仲間のサメを周囲に弾き飛ばすサメ試験官の恐るべき技術である。流派諸葛戦術、神羅万象。データ照合完了。貴様が諸葛無名か。なかなか面白い技を使うようだな。ふざけんな、サメ野郎。あの二人はどう見たってエル型だろうが。サメサメサメ、疑わしきは罰せよ。貴様ら人間が作った言葉ではないか。ないのに。ひでえ、こんなのが試験だって言うのかよ。試験だと？貴様ら人間どもがこの地球上に存在することの是非をこの我が裁いてやろうというのだ。不合格の場合は貴様らだけではない、地球上に住まう生物全てを我らサメ一族の支配下に置いてやろう。
ずいですな。電子頭脳が暴走したようです。あらま、みんな大丈夫かしら。今日から地上は我らサメ一族のもの。滅びよ、滅頭なる陸上生物ども。させるかよ。無名、仕方ない、力を貸してやるぜ。お前を倒すのはこの俺だからな。ダメ、陸上生物風情がなかなか粘るではないか。どうだ、サメザメと泣いて反省するなら愛玩動物として飼ってやらんでもないぞ。うるせえサメ子、てめえの方こそフカヒレスープにしてやんよ。ハクちゃん、君とお揃いのこのペンに誓って俺は必ずこいつを倒す。流派諸葛戦術奥義疾風怒涛。疾風怒涛、その名の通り自らの体を高速回転させることにより激しい波風を起こす流派諸葛戦術の奥義の一つである。サメ、こいちゃん、陸上生物ごときに飛躍もそんな力が。分析不能、認めん、こんな不条理な。諸葛無名、貴様は見ていてくれ白茶、これが俺たちの愛のパワーだ。あらあら、狂乱怒涛、戦術に解ける問いなし。貴様が解いたわけではないがな。やるわね、彼。そうでなくては面白くない。いいぞ、諸葛無名。やはり俺の胸の琴糸を震わすのは貴様だったようだな。全ては終わった。ですか？そうですわね。なんだよ、そのことか。みんな大騒ぎしすぎなんだよ。ああ、メアリー？ここじゃよくある話だろ。弱えやつがそうね。例えるなら剣と鞘。
かしら。水と魚でもいいんだけどね。剣と鞘なの。だって本人がそう言ったんですもの。陰と陽の交わりと等しく、天地開闢より決まっていたことだ。俗な言い方をすれば、あれは運命だったのだ。先生としてはですね、今回の件は重く受け止めていまして。はい、そうです。でもうちの学校って生徒の自主性を重んじてますから。嘘だろ、信じらんねえよ。だからよ、俺は成績はコウさんとムメンさんが一番です。きっと毎日勉強していますのね。彼が L 型？そうね、そういうことにしておきましょうか。うまくいっていた。いや、うまくいきすぎていた。今から思えばな。やれやれ、面倒事は勘弁してくれ。今日はスーパーの特売日なんだよ。とか言って結局は巻き込まれるんだから。ああ、付き合わされるこっちの身にもなってよね。誰も頼んでないだろ。なんですって。これ倒れた。そんなことも聞くの？そうね、3回よ。17回ですわ。増長し、傲慢し、慢心し、退屈していたのだよ、私は。そして刺激を求めた。諸葛戦術？あんなカビ臭い技なんて大したことねえや。だからカメラ直せよ。あと俺の名前はジュンって。流派諸葛戦術、風を操り髪を刃に変える秘術だったかしら。知ってるわ、入学してから何度も見たもの。でもあれって諸葛戦術？何ですの？それ。危険な男と知りながら私は傍観した。いや、それを楽しんでさえいた。故に悲劇が起きたのは必然だった。Thank you.
仲は良かったと思います。よく一緒にいるのを見かけましたから。そう言われますと、そうですわね。ナイーブなのよ、彼って。わかった、ああ、もうこのままでいいから、俺が移りに行く。私は別にあの人のことは。結構有名よ、その筋ならね。どうだ、映ったか。なんだよ。こうなったら決闘よ。でしたらあの人に聞いてみてはいかが。どうしても知りたいのね。映ってる。ええ、あの人ですわ。この前転校されてきたばかりの。そう、彼はシュウ、シュウ・リンウよ。諸葛無名、知らないな。天よ、笑え我が愚かしさを。教師なんてやってるとね、だんだん自分がすり減ってっちゃうものなのよ。だいたいいつも誰かがトラブルを起こしてるわけでしょ。それを一つずつ話を聞いてやっと解決したと思ったら他の問題がいくつも起こってて、もう私だってたまにはスッキリしたいの。というわけでシートベルトの準備は OK？ え？現心拍数上昇、生体スキャン開始、チートツール装備を確認、イジェクト。待って、何かの間違いだ。俺はまだ何も。完璧な私に間違いなど存在しない。おい、なんでこうなるの。俺たち何もやってないのに。バルハラで会おうぜ。ねえ、本当に大丈夫なの。完璧な私に間違いなどあるはずが。あ、やべ。
ただ一度の敗北でここまで落ちたか。こうちゃん、私はそのようなものではない。私はそう、ミステリアス・レディ・クー。何でもいいけど、とにかく俺はもうダメなんだ。それを決めるのはお前ではない。でも俺の力じゃあいつには。お前の夢はここで終わりか。でも俺の力じゃあいつには。諸葛戦術を信じろ。あの人がそうだったように。分かってる、分かってるさ。でもそれでも怖いんだよ。また負けたら俺は。信じろ。私を信じろ、諸葛無名。ありがとう、コウちゃん。レディー・クーだ。それで一体どこへ連れて行こうってんだ、コウちゃん。私の名はフロア・レディー・ケイ。これから行く先は南方大旧監獄、通称プリズンランドだ。監獄？まさか。そう、諸葛透明、お前の父親に会いに行く。ようこそ監獄島へ、諸葛無名と王行為じゃな。そうだ。ではこちらへ。そういや、なんでこうちゃんが親父の捕まってる場所を知ってたんだ。私の名前はマイフェアレディ K。 ただそれだけの存在だ。諸葛透明、そして諸葛無名、あの諸葛戦術の継承者じゃな。知っているのか。お前さんこそ知っておるのか、かの血塗られし諸葛戦術の歴史を。諸葛戦術とはかつて三国乱世の時代、諸国の軍師として名を馳せた諸葛亮孔明を始祖とする技よ。孔明はその知略に戦術を加えることで恐るべき技の数々を編み出した。あまりに無双すぎる技を使い、蜀の国は三国分立を勝ち取ったのじゃ。しかし強力すぎる力の後に残ったものは荒れ果てた大地じゃった。ところがここで終わらんのが諸葛戦術よ。孔明は深く反省し、今度は大地に実りをもたらすための技を研究したのじゃ。まあ結局のところいかように使うも人次第ということじゃな。ところでお前さんたちはあの試験の学校に通っておるのじゃろ。特級学士なんぞなって何をなさんとするのじゃ。俺は。まあええわい、この先でせいぜい命を落とさんようにな。ちょっと待て、普通に面会させてもらえるんじゃ。まそんなわけないよな。絶望に打ちひしがれた時、何度くじけようとそれでも膝を折らず前を向き立ち上がる強き麦のような心、人それを大いなる意志、大志と呼ぶ。誰だ。貴様に名乗る名などないとは。流派諸葛戦術継承者、諸葛無名だな。貴様の父親の命は私が預かっている。親父！返してほしくば、この私をうならせる究極の諸葛戦術を見せてみよう。てめえ、後で後悔するなよ。コーチも下がってて。私の名前はトップセールスレディ K。負けることは許さんぞ。ああ、諸葛戦術に二度の敗北はない。流派諸葛戦術、死んだ万丈。一人前なのは鼻息だけか。くそ、まだまだ。流派諸葛戦術、風林火山。流派諸葛戦術、一騎当選。流派諸葛戦術、東方落雷。
バカな。こんな諸葛戦術は出来損ないだ。食えたもんじゃない。かわいそうに本当の諸葛戦術を見たことがないようだな。岡星を読め。お前なんかに何がわかる。お笑いだ。超一流どころか三級品だよ。こんな諸葛戦術ありがたがってるようじゃ決闘で負けるのも当然。何？確かに技はそれなり、威力も効果も悪くない。だが肝心のお前自身が最低だ。俺だって秘伝書を必死に研究して。秘伝書なんかを鵜呑みにしてありがたがるな。うまいかまずいか自分の舌で判断したらどうなんだ。さてお前の能力はこれで全部か。まさかそんなちっぽけな諸葛戦術でおしまいとか言うんじゃないだろうな。くそ、俺はまた。ルメイ。まだだ、まだ俺にはまだ残ってる。あとは勇気だけだ。は？そのボロボロな姿でそんなセリフが吐けるとはな。いいだろう、ついてこい。お前に本物の諸葛戦術がどんなものか教えてやる。誰がお前なんかに。一日だ。あの月が再び輝くまでに新たなる貴様の力を示してみせろ。でなければ父親だけでなくこの娘をいただくことになる。違う、私の名前はビタミン C だ。 K ですらない、ネタ切れかよ。塔の最上階で待つ。上がってこい若者よ。くそ、親父も父ちゃんも絶対に取り戻してみせる。違う、水曜日はレディースデー、続きは劇場で。そんな予定は。貴様誰だ。貴様に名乗る名などないわ。我は諸葛戦術を受け継ぎし者って言ってるじゃん。貴様の技は諸葛流であって諸葛流にあらず。今から貴様の目に本物の諸葛戦術を刻みつけてやろう。その真髄を知りたく、この塔の上まで上がってこい。この高い塔の最上階まで果たして俺はたどり着くことができるのか。でも行くしかねえ。って、おい。どうぞ105階までの景観をお楽しみください。怖っ。105階です。過酷な試練を乗り越えた者だけがこの地に立つ。人それを克服と呼ぶ。ってここまでエレベーターだったぞ。もったいつけてんじゃねえ。貴様がすでに諸葛戦術風を習得していることは分かっている。諸葛戦術は風と火を操ることができた者だけがその流派を名乗ることができる。果たして貴様は火を制することができるか。こんな高いところでか。おじけづいたか。むしゃぶるいだぜ。つーかあんたもブルブルじゃねえか。火、それは人類にとって最も身近な現象。火を制した者こそが勝者となる。今まで多くの修験者たちがここへ足を踏み入れた。だが無事帰路に着いた者はほとんどいない。ここはそれほどまでに過酷な場所なのだ。引き返すなら今だ。どうする？だが引き返せば。もうダメ。こうちゃん！こうちゃんではない、ビタミン C だ！それ言ったぞ。親父！くそ！貴様には選択肢がないのだ。さあ始まりだ。火を手に入れてみるがよい。貴様にそれができるのならばな。やってやるぜ。火を制するには火と向き合うこと。人それを共感と呼ぶ。この向こうが修行の場か。
よっしゃ来い。夏。おい兄ちゃん、サウナに服着たまま入るってのはとんだルール違反だ。サウナ、こんなところに。ほーら脱いだ脱いだ、ほれほれ。やんお兄さん、それでいいのよ。さあここ座って。いや、何遠慮しないで。すみません。おお、密着人肌。くそ、熱気が。それに暑苦しくてたまんねえ。水。あら、あーだ、だめよ。え？お、まだまだだ。君ならできる。いや、俺はただ水を飲みたいだけで。熱を持って熱を制するんだ。いや、あの、水に逃げちゃダメだ。立ち向かえ。え？え？よし、声出していくぞ。胸、胸、君ならできる。胸、胸、君ならできる。いや、ちょっと、待って、待って、よし、貴様はついに熱を制した。行け、次なる試練が貴様を待っている。燃え盛る火をさらに熱き炎へと導く案内人、人それを選別と呼ぶ。お前、これを見ろ。はあ、これは人形。可燃、不燃、不燃、可燃、可燃、可燃、もう一つ可燃、不燃。これは不燃性と可燃性、そうか、材質で仕分けているのか。だから言ったであろう、火を制する者は火に必要なものを見極める目が必要だと。貴様はその目を持っておるのか。やってやるよ。金、フレ、金、フレ、金、フレ、これでどうだ。よし、次へ進むがよい。なんだろう、なんか空気が薄い。待っていたぞ、俺を倒せるかな。ようやく修行らしくなってきやがったな。それはどうか、己の力だけで何でもこなせるとは傲慢な考え。ここでお前はそれを学ぶ。人それを修道と呼ぶ。引くぜ。なぜだ、体が思うように動かねえ。この階は標高600メートル、アスリートが高地トレーニングをする場所だ。下に比べると酸素濃度は 93%、 貴様の戦闘力はマイナス 7% というわけだ。なんだ、頭が痛い。少し動いただけでこんなに。高度を甘く見る者には鉄槌が下るのだ。人それを高山病と言おう。くそ、酸素を制してみろ。とかカッコつけやがって。てめえが手にしてるのはなんだよ。くそ、無駄な動きは命取りになりかねねえ。その通りだ、呼吸を整えろ。ひひ、ふ、ひ、ひ、ふ、ほら、ひ、ひ、ふ、ひ、ひ、ふ。てっ、わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。何が、ひ、ひ、ふだ。お前は酸素を操った、そしてついに火を得たのだ。火を、火、火、ふ、火、火、ふとは諸葛戦術の一つ、火を制する呪文。やったな、ついに火を手にしたか。さあ最後のステージへ向かうがいい。そしてその技を試すがいい。
俺は火を制したのか。ならば私と勝負だ。貴様が私を倒したならば娘を解放してやろう。こうちゃん、望むところだ。あれ、諸葛戦術奥義風の術疾風迅雷。火だけでは術は不完全。火は術者の意志、その意志を力にするのが風。諸葛戦術奥義風雲道場コナン火鍋。無名よ、大きくなったな。さあおいで。つうかこうちゃんは苦しい、もう食べられないよ。そっちかい。息子よ、お前は諸葛戦術免許皆伝だ。その証として諸葛戦術のペンを授けよう。ペンは火の力の、そして紙は風の力の象徴。二つを駆使すればどんな難問にも立ち向かえる。先生昨日火鍋食べたんだけど、あれだんだん二つのスープの味が混じっちゃうでしょ。それがちょっと気になっちゃうのよね。なんかそうならない方法ないかしら。それは違う。二つのスープの味がだんだん混ざっていくことこそが火鍋の面白さ。人それを醍醐味と呼ぶ。無名さん、ついに時が来たか。俺は白湯スープが好きだ。試験会場はどこだ。はーい、皆さん全問正解できたらボートのエンジンがかかってそこから脱出できます。時間内に解けなかったら滝壺に真っ逆さまよ。よーしゅー、待たせたな。こないだの借りを返させてもらうぜ。どこかで会ったか。歯医者の顔をいちいち覚えているほど暇ではないのでな。二度と忘れられなくしてやるよ、流派諸葛戦術継承者、この諸葛無名の名をな。時間の無駄だ。消えろ。ごめんだね。もうちょっとだけ付き合えよ。もっといいもの見せてやるぜ。そう来なくっちゃな。メアリー、俺を一人にしないでくれ。メアリー、そこの二人、ボートが破壊された場合は即失格だぜ。帰ってママのおっぱいでもしゃぶってるんだな。
うるせえ邪魔だ。じゃあいやー使わせてもらうぜ親父。見せてやるぜあの地獄のような修行の成果を。流派諸葛戦術閣下撃破。撃発天と神の摩擦によって炎を作り出す諸葛戦術火の技の一つである。やっぱり糸か。お前の見えない攻撃の正体はその超極細の糸だ。糸を操るのがお前の技の正体だったんだな。見抜いたところで無意味なことだ。風であろうと炎であろうと何人たりとも俺の格子に傷をつけることはできん。やってみなきゃ分かんねえだろ。流派諸葛戦術砲火炎天。砲火炎天、複数の炎を一度に操るこの技は諸葛戦術の極意を極めし者のみ使用することが許される。無意味だ。いった死ぬのか。試験官に手を出すとは、さては貴様ら C 型だな。おい正気だ。とびっきり甘いキャンディーをご馳走してやるぜ。くらいな。ダメよ先生。なんだ貴様、試験中に。ダメよ、せっかくの勝負に水を差しちゃう。そうだな、三人とも元気があってよろしい。諸葛戦術、そして宗家の公式か。さあ見せてちょうだい、あなたたちのどちらが真の特級学士にふさわしいの。この程度では暇つぶしにもならんな。我が糸は変幻自在、ある時は鋼鉄のように硬く、ある時は絹のようにしなやかに形を変える。よく知ってるよ、何度も痛い目見たからな。炎を風で操った、だと。次は外さねえ。父さん危ない。こうちゃん、勝負を捨てて逃げるか。堕着な風、逆巻きで炎たち。炎、逆りて風を呼ぶ。これ諸葛戦術の極意なり。流派諸葛戦術か。ふうふうふう、かむ風雲。風と火、二つの極意が一つとなった諸葛戦術最大奥義の一つである。
これは。よかった。お前勘違いするな。勝負を投げたまま勝手に死なれては気分が悪い。ああ次はきっちりケリをつけてやるぜ、シュウ・リンウ。受けて立とう、諸葛無名。さっきから何やってんの、コウちゃん。おい、どこを見ている、ムミ。俺だけを見てよ。先生、中学まではすっごく地味な生徒だったのよ。でも高校上がるときにこれじゃいけないって頑張ってみたの。一度しかない青春だもの。恋したっていいじゃない。みんな、さなぎから蝶になるのよ。それじゃあ早速みんなの勝負服を採点しちゃうわね。エントリーナンバー1番、諸葛無名くん。主人公らしい前向きな姿勢が感じられるわね。ただ自分が思ってるほどかっこよくはないのが残念。エントリーナンバー2番、劉白さん。正統派成人ヒロインらしく可愛らしくまとまってるじゃない。ちょっとキャラは薄いけど、そこはまあこれからってところね。白ちゃん、エントリーナンバー3番、無質海くん。エントリーナンバー4番、王光一さん。これがあなたの勝負服。素材は悪くないんだから、もっと背筋を伸ばして。スマイルスマイル。こうちゃん、これも試験の一つなんだ、笑え。コウちゃん！あれ、開けっぱなしだった。いいわ、入って入って。いいんですか？今さら遠慮なんてしないな、だざだざ。お邪魔します。その辺適当に座ってて。あ、変なとこ家探しとかやめてよ。つまり何か見られたくないものがあると。ダメですよ、アンリさん。おお、アダルティー。そのような下に機能性にかける。もうこうちゃんってば、そんなだからおしゃれ試験落ちるのよ。あんなもの試験とは認めない。そもそも服装など個人の主観でしか判断できない以上意味がない。お湯沸いたわよ。コーヒーと紅茶、ウーロン茶、亀ゼリーもあるけど。亀ゼリー。私はコーヒーで。あ、手伝います。じゃあお砂糖とミルク出してもらえる？チークラ。それでは第1回こうちゃんを囲む女子会を開催します。なんだそれは。私は王先生の個別補習だと聞いて。ほらこれですよ先生、
こうちゃんってちょっと硬すぎると思いませんか？そうね、でもそれも若さかしら。私はこうさんらしくて、その素敵だと思いますよ。まあまあ、せっかく集まったんだし、何かお題があった方が盛り上がるかなって思っただけよ。私たちいつも勉強と試験ばっかりでしょ。たまには女の子らしいこともしないとね。女の子？そう、私だってまだまだ女の子なのよ。それをあのハゲの親父どもと来たら、何がアラサーならアラサーらしくしろだの、死者誤入したらわしと同い年だの意味不明なことばっかり。バーカバーカ。先生、もう酔ってます？そんなわけはありません。バーグエ。おいしい。ハクさんはマイペースね。はい、よく言われます。褒めてないよね、それ。バー。おいしい。シークラ。こうちゃんってどこの服が好きなの？そんな不思議そうな顔されても。ほら、お店とか通販サイトとか。私はウィーグとかミステリーとか。母が買ってくるから知らない。ファッション誌とかテレビなんかを見たりは。そんなもの家にない。おいしい。ハクちゃんはどこで服買うの？服？服は私も大体お母さんが。服など体温調節ができればそれでいい。高校生にもなっていいからなんでも。それはね、先生、可愛い服とか自分で選びますよね。可愛い？そう、可愛い女になれって言うのよ。でもそれって失礼じゃない？だってもう私はもともと可愛いんだから。努力しなくちゃダメだって。そりゃあんたはもともとカエルそっくりなんだから努力も必要だろうけど、そもそも頑張ったからってどうにもならないわよ。ってなんでそんなあんたに彼氏できてんだよ、ファックス。おいしい。おいしいじゃないわよ。それで可愛いアピールしてるつもり？いいわよね、若い子は。すっぴんでもそのままの君がいいとか言われちゃうんでしょ。ああもう、そりゃ私だって10年前はそう言われていたわよ。え、サバ読むな。うっさいわね。ちょっと先生。私なんて辛いのよ。実家に帰れば妹が子供自慢するし、お父さんもお母さんもあえてそこには触れてこないし。お前が健康で幸せならそれだけでいいよって、もうその変な気遣いやめてよ。早くお前の子供も見たいとか直接言えばいいじゃない。もう孫の名前候補まで考えて画数調べてもらってるのも知ってるんだから。大人になるって大変なのね。チークラ。コウさんはもともと可愛いんだからそのままでいいんですよ。はい、あーん。可愛い。ほらそこ、コウちゃんは甘やかさない。コウちゃんもそんなバクバク甘いもの食べてると太るよ。私は太らない体質だから問題ない。私もですね。なんかちょっと王先生の気持ちわかるわ。それはさておき、今日の本題に入るわ。今日の本題に入るわ。大声出すな、近所迷惑だぞ。あんたたちがマイペースすぎんのよ。はい、よく言われます。もういいや。それより今好きな人いる？そんな、いきなり。おお、その反応いいね。誰誰？やっぱかっこいいからシュウ君。私はかっこいいからとかそういうのは。なら頑張ってる感じがする、ムメイ君。お揃いのペンに運命感じちゃったとか。え、ペンはたまたまですよ。たまたま。私だってね、この前すっごい年下の子にお酒誘われちゃったんだから。でもしかしたら私に気があるのかなって思って。思ってないわよ、そんなわけないでしょ。飲んだら飲んだで私の後輩が好きなんだけどどうしましょうって。知るか、あんなラノベ広いみたいな女ですら誘えない。へ、なんかこっちからお断りだ。ほーげ。もう絶対この人呼ぶのやめよう。あ、あのね、
私が今一番気になっているのは、時間そろそろおいとましますか。おいしい。結局今日は何だったんだろう。先生はあれだし、こうちゃん改造計画は進まないし。でも楽しかったですね、母さん。たまには甘いものもいい。でもね、やっぱり二人がうまくいってよかったわ。末永くお幸せに。出産祝いは先にもらうんだから。そんな赤ちゃんだなんて。ここ王先生家じゃないんですか。王先生の後輩ってもしかして。1学期の間、たくさんお勉強しましたね。先生、とっても嬉しいです。嬉しいといえばですね、先生最近ダイエットに成功して2キロ痩せたんですよ。2キロ、すごくないですか。だから今日は自分へのご褒美でマカロンを買っちゃおうかななんて思ってて。あ、マカロンといえばですね、あらら。では今日のテストを始めましょうか。よーい、ダン。じゃあ先生は用事があるので失礼しますね。そうそう、今回のテストが1学期の学期末テストですからね。成績が悪いと退学ですからね、気をつけてください。退学。ではでは。どういうことだ。学期末テストなのに試験官がいないなんて。何を企んでやがる。どこかに姿を隠しているのかしら。こちらの油断を誘っているのか、姑息な。悪い、手が滑って。たく紛らわしいな。本当だぜ。でも油断はできないわね。無論警戒を怠るなよ。ごめん、手が滑って。くそが。今回は試験官がいないみたいだな。ああ、そうだな。さすがにネタ切れかもね。どんな試験官だろうと問題を解くだけだ。声、それは夢の源。声、それは希望の道しるべ。私はこの声で多くの子供たちを正しい未来に導くべく身も心も捧げてきました。あいつはまさか。ただのおっさんじゃねえか。行け、メアリー。私は知性あり、誇りあり。どうしたんだおい。そんなにメロメロになってんじゃねえ。メアリー、やった。試験官は消毒だ。私は姿勢あり、ほとり。間違いない、本物だ。学園名、とんでもない化け物を連れてきた。大陸最高最強のボイスアクター。子供向けアニメからバラエティ番組のナレーションまで、その声を聞かない日はないと言われている。その活動はネットの世界にまで広がり、この大陸の全ての人間を魅了してやまない。大陸最強のエンターテイナー。そうです、私が勝平です。さあ、私の声で幼き日の純粋な夢を思い出しなさい。私は自然あり、ほんのに。あれ
人のアニメ見てカンフースターを目指したんだよな。俺はロボットのパイロット。僕ハーレブラナベの主人公。私は魔法少女。私は知性や北里や。あはずきゅまけまけキャビリーメカビリズム。厄介な力にあの声が引き金となってみんな子供の頃の夢に囚われてしまっている。もう試験を受けることはできないわ。あなたの声になんて負けない。負けたりなんか。送りや。でも悔しい。私声優のスフレマカロン、永遠の17歳と3ヶ月。よろしくな。おいおい、アンリィ声優に憧れていたのか。夢は写真集を出すことの。あとバンド組んで歌合戦にも出て印税でがっぽり儲けたいの。それも声優じゃないだろう。私は今まで数多くの作品に出演し子供たちに夢と希望と未来を伝えてきた。私の人生の全てを捧げてきたと言っても過言ではない。だが死いわく50にして天命を知る。そして悟ったのだよ。子供たちの未来をより正しく導く方法、それが教師となることだ。君のような高度な技を持ちながらカンニングという卑劣な行為に手を染める者を構成させる。カンニング。誰だよカンニングなんてしてるやつ。俺がぶっ飛ばしてやるよ。諸葛モネ君、君のような優秀な人材が C 型生徒であるという事実が私は許せない。 C 型。あ、この問題予習してきたところだ。やったー。私は全ての C 型生徒を構成させるために教師となったのだ。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。無駄だ。その程度で私の声からは逃れられない。そうだ、俺は料理人になろうと思ったんだ。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。無駄だ。貴様の声は俺の糸の振動でかき消した。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。無駄だ。私は知性あり誇りあり。私は知性。声と音がぶつかり合って大気を震わせている。あっ、私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。シュー。よくもシューを。さあ次は君の番です。私は知性あり誇りあり。私は知性あり誇りあり。知性あり。流派諸葛戦術静室余剰。静室余剰、大気の動きを支配し局地的に完全なる真空状態を作る諸葛戦術の高等技である。声も音も大気の振動によって伝わるもの。ならば真空状態を作ればあんたの声はもう届かない。流派諸葛戦術円弧風流。円弧風流、炎で虎を生み出すと同時に風で竜を生み出す。炎と風を同時に極めた者だけが使える諸葛戦術の奥義である。よし、あとはコウちゃんがテストを終えれば。まだです。あなたは C 型生徒ならば、ついとなる L 型がいるのが道理。かくなる上はあなたの L 型を仕留めてみせます。私は知性あり知性あり。
私は知性であり、知性であり、ディスコをやめたまえ。やめたまえ。こうちゃん、なんだと。先ほどからうるさいが、お前は誰だ。私のこと知りません？あのテレビとかネットとかで結構声聞いたことあると思うんですけど。テレビ？ネット？そんな贅沢品生まれてこの方見たことないわ。そんなバカな。お疲れ様でした。どうか。あんなおっさんの声に惑わされるとは救いようのない打鍵だな。ごめんごめん。でもこうちゃんがテレビを見てないおかげで助かったよ。見ようにもテレビがなかったからな。え？私の父親が友人の連帯保証人になってな、多額の借金を背負わされていたのだ。当然テレビなんてない。こうちゃん、夏休みになったらテレビ買いに行こうね。余計なやつ買いに行こうね。私に同情するな。あらあら、勝平さん、負けちゃいましたか。王先生、テストならもう。いいえ、テストは今からが本番よ。見事だったわ無名君。そして私の可愛い生徒たち、よくここまで成長しました。先生、その格好は。いい、おめでとう。期末試験は合格よ。でも本当の試験はこれから。いや、違う。月が近づいてきてる。そうよ。今あの月は軌道を外れて落下しつつある。このままだと数時間後にはこの学園どころか地球そのものが壊滅します。はぁ？諸葛無名、あなたがこの学園の代表よ。月の落下を止めたくば、これから行う最終試験に見事合格してみせなさい。ちょっと待ってくれ王先生。地球が壊滅ってどういうことだよ。あなた一体何者なの。そうね、大宇宙よりの使者とでも言っておくわ。私たちはあなたたちよりはるかに優れた技術と文化を持っている。私はあなたたちが我々と肩を並べるほど成長したかどうか、それを確かめるためにこの学園に教師として赴任した。そう、これは試験なのよ。合格すれば私たちの同胞として迎えられる。だが失格ならあなたたちにその価値はない。ごめん先生、気づかなくて。疲れてたんだね。そうね、あなたたちにはもっと分かりやすいモチベーションが必要かしら。月の落下を止め、この娘を助けたければ私の試験に合格してみなさい。なんだかよくわかんねえけどやってやるぜ。ハクちゃん、待っててくれよ。諸葛戦術に不可能はねえ。では改めて試験開始。出し惜しみはなしだ。行くぜ諸葛戦術を。何？無駄よ。その機械は私が開発したアンチ諸葛戦術マシン、通称 ASM。 そのフィールドの中ではあなたの技は全て無効化される。叫んな。こんな妙な機械で俺の諸葛戦術が。忘れたのかしら。私はあなたの担任よ。あなたたちのことはいつも見ていた。あなたの諸葛戦術も全て解析済み。解凍しないとどんどん月が迫ってくるわよ。くそ。
失いなければ無理か。ここは私に任せて。先生、あの機械を止めてちょうだい。無駄よ。道術、操中術、そして行使、あなたたちの技も全て把握しているわ。おとなしくそこで見学していなさい。バカな、とんでもなく強え。くそ、このままじゃハクちゃんが。全然わからん。あいつ諸葛戦術がなかったら点でアホだからな。おい見ろよ、あれは先生たち。地球のピンチに立ち上がってくれたのか。俺は俺一人じゃテストを解くことも白ちゃんを助けることもできやしない。また折れるのか。諸葛戦術に解けぬ問いはない、そう言ったな。あの言葉は偽りか。でも俺は。それにお前は一人ではあるまい。みんな、貴様との決着はまだついていない。そうとも、おめえを倒すのは俺様だからな。王先生、あの機械を止めなさい。聞き分けのない子は先生嫌いよ。何度やっても無駄なこと。あなたたちの技は通用しない。それはどうだろうな。何？油断しましたね。一瞬でもあなたの隙を作れればよかったんです。その間に私があの機械の急所を見極め、俺のメアリーがそこを破壊する。無駄だ。細切れになりたくなければ下手に動かないことだ。あなたたち一人一人の能力は通用しなくても、連携することで突破口は開ける。私たちの力甘く見ないことね。みんな儲けてんじゃねえぞ無名、試験はまだ終わってねえぞ。ああ風逆巻きで炎を立ち、炎逆りて風を呼ぶ。空海一対、これ諸葛戦術の極意なり。どれほど闇が深くともこの世に明けぬ夜はない。決して折れぬ心あらば暗雲の空に一条の光明が差す。人それは漁港という。見せてやるぜ諸葛戦術最大の奥義。龍波諸葛戦術最大奥義、一輪昇天。一輪昇天、超高温の火炎をまとってその身を太陽そのものと化す。諸葛戦術最大最強の奥義である。バカな、諸葛戦術に解けぬ問いなし。
帰り、ハクちゃん。メアリー？やっ！え？あ、いやみんな、おはよう。今日も一日張り切っていきまくろ。ったく、昨日はひどい目にあったな。私は結構楽しかったですよ。今日の終業式が終わったら待ちに待った夏休みね。みんなどこ行く？こいちゃん、ぜひ俺と一緒に海へ。一人で沈んでる船娘。そうだ、こんなものが届いていた。ん？シュウ？なんだよシュウのやつ、こんなところに呼び出したりしてさ。